小さな声で食事中塩だれカルビ丼ね、この湯ないから塩だれとカルビ丼うまい、超でかい、超多い、超多い声、マジで音ない、嘘音ない音ないの音、ああこれか演奏だろ、音はこれ一個してやん、2倍バージョン何か食っちゃったかこれ無料だからね、いや見てねえな、うん、疲れるよ、寝れねえよ、狭いんだよ、頭痛い、うん、狭いの、うん、入れるわけねえな、今寝かけですね、うん、すごいね、今ね自由空間さんに協力してもらってる、うん、ここの場所特にね寝てない、狭く見えない、うまいよこれ、これうまい、マジうまい、それかネカフェってさ、飯がさあのチンして食べるやつじゃん、大体さちゃんと器で出てさ、ちゃんとまあこの肉はチンなんだけどさ、いいよ、遠いでしょ、実は両サイドお客さんいません、わざわざね、わざわざそういう風にね取ってもらって、空いてるところ取ってもらってね、両サイド空いてるところってやってるので協力していただいてます、声はね、小さな声じゃないと、うん、本当出すからね、うん、すごい、ここ本当に協力してもらってます、並べるからありがとうございます、少しほんの少しだね、3時間おきに起きなくちゃいけないんだよ、バッテリーを2本交換するので充電しないといけないから、ネジネジ気になっちゃってずっとこれが続くから、89% だから1時に準備して、うん、1時ちょっと過ぎぐらいに外出て準備するのに1時間ぐらいかかるんだよね、うん、ただちょっといろいろ問題できちゃうんで、ウェブカメラのあのマイクしか使えないから音がね、蛇行しあればヘンリー小さい、うん、いや、暑いよ、短パンに行ける、短パンの履くからディープラ時代のね、ディープラ時代の短パン、
見たくない。なんでだよ。やっぱハーフパンツ。なんで笑ってんの。ギャーじゃない。埼玉ビギター今川越ですね。振られたっていう、コウさんね、いやコウさんバックステージパスでしょ。おレッド、高くな、サイポもか、アイもいるから、じゃあみんな小手半だけつけてもね、小指ないからつかないっつ、だから、湘南メグもいるから、80キロ。だから、8時までに茎つけば、とりあえず OK ですね。体はね、疲れてないよ、そこまで疲れてないっていうかね、やっぱ太ももはちょっと重いかなと思うぐらいで、張ってんだろうね。あ、マツコに言われます。25日あたり、多分25日だと福島、栃木県だっけ、郡山って。郡山越えて福島に入る頃かな。ただ実際1日ね、福島配信しないといけないんで、福島で配信するんで。薬、今は大丈夫だよ。はい、いらっしゃい。お、ゆら、ありがとう。マイク大丈夫ですか？ダメダメ。的なもんか、なんかね、ついてる感覚が嫌なんだよ。ついた、ついてる、そのついてる感覚が。おっと、しもが。あ、かかると。でしょ。でね、みんなルートわかるよ、こっから。川越から、久喜までのルート。一応ルート案内のやつ、あると思うんだけど、誰か分かる人いんのかな、今日分かんなかったらやばいな。いないで国家やってくれてるからね、今マッサージ、性的な意味、体力使っちゃうからな、性的なものだとな、やりてえな。顔がうなぎうまいんだ。いや、あんま金使いたくないんだよね、今のところ3万ぐらい。携帯スラップでの売り上げは今のところ3万円くらいなので、川越まででね、40キロで3万だから、まあとりあえずね、3分の1っていうふうに公約してるんでね、まあ、このままでいったら、今10分の1なので、
集会で待ってたら30万、30万がうまく続けば、10万か。いや、それぐらい行きたいね。10万ぐらいなんかさ、まとめてこうやって募金できるような、かっこつけるな、少しはね。中華のカルビ丼めっちゃうまい。俺も初めて食った。2倍バージョンだもんな。あ、なんかいいの？なんか、いらっしゃい。あ、さ、カンボジアから。うまかった。バッテリーどこ？もうバッテリーが充電したら行くんで。92%。うまくいくね。92だから。1時には予定通り出れそうですね。1時に準備して、2時からの予約確認して、誓います。パソコン結構準備しないといけないんだよ。じゃあちょっと今ここ入れとこうか。今ここね、起動させて。自由空間の時間は100円で飯食えなかったっけ？いや、俺ただ。俺、ここのね、カフェ代もただだし、ここのね、川越店に関しては。いや、寝てない。ほとんど寝てない。ただですね、今回。ありがたいことにね。飯もただです。飯も普通ね、料金は帰るときカウンターで払うでしょ。まあ、見てるわかるよ。カウンター普通に通り抜けてるから。走るんじゃない？無茶すんなよ。なんでタダなんですか？協力してもらってるからだよ。十分かつてね。まあ、川越店はね、他は、まあ、そういうわけにはいかないんだけどさ。川越店に関してはね。自転車はどんなんですか？あ、寝不足？自転車はね、もう、外を置いてる。外を置いてる。だからこれからちょっと厳しくなるんで。頑張りますよ。自由空間なんかすごい、ただという名の食い逃げ違う。人生と不写真はあるわけね。大丈夫だよ。